まず一つが水野さん次官なんですが、部署を入れ替えたということですが、いまだにまだ法制犯のままと聞いているのですが、それはちょっと事実関係お願いします。水野参事官は現在も復興庁の参事官としての身分を有しております。いや、法制が 彼にはいろんな職務を担当させておりましたが、現時点では法制犯の職務は解いておりません。ただし彼は当日以来休会願いが出ておりまして、法制犯の職務は私の直轄、そして私が他の職員を使いながら事務を遂行しております。よろしくございますでしょうか。ごめんなさい、今聞こえなかったんですが、休暇、はい、本日は当日以降休暇願いが出ておりまして、今日も休んでおります。いつまでというのは、今のところ、前日に休暇願いが出ているのは事実でございます。現在 その調査状況というのはご説明いただけますでしょうか。はい、現在、いただいた資料、あるいはインターネット上の資料などをもとに、また本人からの事情聴取を進めておるところでございます。メドは、申し訳ございません、ちょっと資料がなく多ございますのと、どこにどういうのがあるのかという全体像がまだ、把握しきれておりませんので、メドはまだ立っておりません。なるべく作業を急いでおります。すみません、もう一件別件で、日弁連から子ども被災者支援法の専門の部署を立ち上げるようにという声明が出ていると思うんですが、これへの対応状況というのは何か動かしていらっしゃるのでしょうか。大臣からお答えいただけないですか。いろんなご意見がありますが、我々いろんなご意見を踏まえて、適切に対応していきたいと考えております。我々の判断することだと思います。アワープラネット TV の白石と申しますけれども、先日のですね、水野さんの件のお詫びのコメントでちょっと確認というか、よくわからなかったのを教えていただきたいんですけれども、冒頭内閣の方針とは異なるというようなコメントがありましたが、この内閣の方針ということと異なるというのは具体的にどういうことを意味していらっしゃるのか、ちょっと教えていただければと思います。水野参事官の発言が、要は我々の復興を加速しようということで我々は進んできましたが、そういう我々の方針に対して、被災地の皆様との、あるいは関係者の皆様との信頼を損ねることにつながっているので、そこは我々の復興を加速するという内閣の方針にと照らし合わせて、そこは異なると、そういう趣旨で申し上げました。副長がですね、他のこう省庁とですね、比べてですね、主導権を発揮してですね、復興にこう携われきれてないんじゃないかという声も聞くんですが、支援法の面からいくとですね、なんとなく各省庁からの話を聞いて、聞かないと動けないというような面もちょっと感じるのかなと。つまり住民の声を聞いてですね、副校長が独自にこう指示をして動かすというのがちょっと見えない気がするんですが、いかが感じます。例えば政策パッケージ3月に作りました。あれは副大臣の下で関係者を集めて、そしてこの支援法の趣旨に基づいて具体的な政策を進める、政策を出させる、そして督促する、そして束ねてまとめたという取り組みをやっております。その意味では各省庁に、具体的に各省庁に必要な政策をやらせるということをやっておりますよね。例えば自主避難者のための高速道路の無料化、これは復興庁と国土交通省で議論をして、そしてゴールデンウィーク前に間に合わせるように、それはやりました。そこは復興庁は、復興については各省庁がそれぞれ関連する省庁がたくさんあるんで、そこを引っ張って総合調整をしていくというのが復興庁の役割だと思います。福島民友の関連ですけども、少し話題が変わるんですが、自民党の高市早苗政調会長がですね、昨日神戸市で講演されたようなんですが、その中で、復
福島第一原発事故で事故が起きたが、これによって死者が出ている状況ではないとの、まあ、発言があったそうです。まあ、実際あの震災関連死を調べてみると、まあ、原発避難の中でですね、取り残されて亡くなった方、まあ、これはいることは事実です。こういう人をですね、侮辱するというかですね、その人の死をですね、軽んじるような発言だと思います。仮にこれがですね、後方射線量で、いわゆる直接的にですね、すぐ亡くなった方がいないっていう意味であれば、そう喋ればいいわけであって、そう喋れないってことであれば、自民党の政調会長としては、はなはだですね、被災地の現状を分かってないと思います。政治家としてもですね、政調会長としても被災地としては、まあ、どうかと思うのが正直なところです。大臣、いかがお考えでしょうか。高市政調会長がどういう趣旨でおっしゃられたのか、それは私も承知をしておりません。ただ我々は今我々がやっていること、復興大臣としての私の対応、原発事故も含めて避難しておられる方々に対して、やはり我々は関係府省とともにしっかりと生活再建等の復興関連施策を進める、被災者の見守り活動などの孤立防止や心のケア、こういうものに私はしっかりと取り組んでいきたいと考えております。すみません、これは高井政調会長の、まあ、詳細はご存じないということですけれども、これは原発事故で死者が出ていないというのは安倍内閣の方針とは合致するんでしょうか、これは違うんでしょうか。いや、高市政調会長がどういう趣旨でおっしゃられたのかということは私も承知してないと。その背景、この言葉の持つ意味ですね、それは本人にどういう趣旨で言われたのかということを聞いてみないとそこは分からないということで申し上げました。でとにかく原発事故に伴って、避難中にお亡くなりになられた、本当に私も心が痛みます。ですから我々が大事なのは、避難しておられる方に対して我々がしっかりとした対応をすることが政治の責任だという思いで私は取り組んでおります。科学振興とお話です。先ほど東京新聞さんの関連してですね、支援法ですね、そもそもは議員立法で成立したのが多かったんですけれども、一定の基準という部分が、まさに一番難しい部分が、行政というか今は公庁に委ねられているというところで、そこがこうなかなか進んでいかない難しさの、源なのかというところもあるような気がするんですけど、その辺は大臣の考えをお聞かせいただきたいと。おっしゃられる通り、子ども被災者支援法の一番やっぱり難しい点は一定の基準というところなんですね。立法過程でもさまざまな議論がありました。で一定の基準というのは私もいつも申し上げておりますが、科学的専門的そして国際的な知見も含めた、問題ですから、そこは今別途検討をしてもらっている。ただそれでは基本方針が進まないということになるので、そこは並行して基本方針に基づく具体的な施策については政策パッケージとして取りまとめて、施策は前に進めようということで対応してきたということだと思います。線路基準の見直しというか防護措置の検討というのは、年内というスケジュール感一度はかつてお示しになられていますけど、その辺は現時点の変更はないでしょうか。もう少し早めるというか、防護措置は一定の放射線量でどのような防護措置があるかということで今検討してもらっておりますが、それらを参考にしながら基本方針の中身も検討していきたいと思っておりますが、それはできるだけ早く出してもらいたいと思っております。次のことですけれども、今の関連で、その一定の基準というのが難しいというお話があったのですけれども、この部分に関しては、立法に関わった議員らからは難しいので住民の意見を聞いて合意を得るようにという、そういう趣旨で法律を作ったという話が出ています。その辺はちょっと今のお話と、合致しない部分があると思うんですが、どのようにご認識されますか。私は一定の基準というのは放射性物質の影響という専門的な内容を含みますよね。ここはやはり専門的、科学的、技術的観点から
国際的な知見も含めて決めていく必要があると我々は思います。そこはやはり専門的、科学的、技術的な観点からの検討が必要だと思いますよ。すみません、いや、私のお伺いしたいのは、要するにそれをやると法律の趣旨と合わないという話が立法に関わった議員から出ているんですけれども、その辺の整合性というのはどのようにお伺いでしょうか。それは立法過程の議論が必要だと思いますが、法律は成立しております。ですからその法律の運用は我々のに検討が委ねられているので、我々はその法律の趣旨にのっとって粛々とやっていきたいと思います。あと一点だけ、さっき の民友さんの、ね、関連なんですけれども、原発事故で大臣はですね、高市さんの発言と同じですかね、例えば原発事故で死者は出ているというふうにお考えでしょうか、それとも原発事故による死者は出ていないというふうにお考えでしょうか。それは事実とは何かということだと思いますね。ですからその定義をどういう定義でおっしゃられているのか分かりませんが、原発事故による死者があったかどうか、それは原発事故での具体的な事実がどうかということだと思います。どうもありがとうございます。